岡山市半田山植物園は、岡山県岡山市北区にある植物園。岡山市街を一望できる、半田山の丘陵地に、岡山市民に耐える植物鑑賞、レクリエーション、憩いの場として1964年5月に開園。11万平方メートルの園内、3200種、15万本の植物が四季を通じて咲くように企画されている一方、 頂上付近には貴重な文化財でもある一本松古墳、中腹には明治時代に作られた排水池などもある。植物園入り口から望む展望テラスから岡山市街を望む一本松古墳半田山、排水池園内最高所には一本松古墳と呼ばれる古墳時代中期に築造された全長65メートルの前方公園墳がある。公園部計は43メートル。 縦穴式石室を有していたが、第二次世界大戦中に、公社法人地として使用され、石室に穴が開けられている。鉄やりや一部に金を貼った株と、鉄を鍛えるのに用いられた金づちややっとこなどが、副葬品として発掘されている。現在は、東京国立博物館に収蔵されている。2004年12月10日、岡山市水道事業関連施設が、 文化審議会で国の登録有形文化財への指定が決まった。岡山市水道事業関連施設は全部で20件、あるが、そのうち半田山植物園内には、下記の6件である。指定管理者の指定状況、公益財団法人岡山市公園協会、半田山植物園施設、文化財詳細、名称半田山排水地排水地ほか、 国登録有形文化財、岡山市、岡山県生涯学習センターパルネット岡山。ありがとうございます。